労働組合は弾圧される時、戦争へ始まり道があります。絶対にこの戦争を進むために労働組合を強固に建設し、ストライキで戦う労働組合を作らなきゃなりません。労働組合潰しは戦争への道です。港合同の松一金属支部の、全員に解雇通知を出しました。労働組合潰しの民事再生攻撃です。戦争反対の行動にタッチ、それと弾圧粉砕に全力を尽くします。半生弾圧を許さないぞ。広島弾圧許さないぞ。広島弾圧許さないぞ。団結して戦争止めよう。全身チャンネル第450回、今回のヘッドラインはこちら。ユンニッパ安保沖縄闘争へ、日米戦争会談に怒り、 4.9 渋谷デモ、86弾圧抗議署名拡大を。4月に入って新刊でどんどん新入生との結合が始まっています。新入生の皆さんはもちろん、2年生以上の学生や青年の皆さんもぜひ全学連の新刊企画に参加してください。今後は放題で原口同士を呼んだ企画と、学習院で性差別と天皇制をテーマにした企画を予定しています。さらにパレスチナ連帯の大規模なスタンディングも予定してます。そして何よりも、ユンニッパ沖縄で闘争を一緒に戦いましょう。お待ちしてます。今回の前身はこちら、一面です。中国侵略戦争同盟粉砕を、 4.28 安保沖縄闘争へ、岸田打倒の怒りのデモに打倒。4月10日の日米首脳会談を経て公表された共同声明は、3年間を経て日米同盟は前例のない高みに到達した年、対中国を念頭に日米関係をグローバルパートナーと新たに位置づけました。1960年安保改定以来、64年ぶりの日米安保同盟の最大のアップグレードの最大の革新は、日米の指揮統制枠組みの見直しを確認したことです。これは東京横田基地にある在日米軍司令部の機能と権限を強化し、即応的に日米共同作戦を遂行できる指揮系統を作り出すとともに、限りなく米軍自衛隊の指揮系統を一体化するというものです。日米政府は米海兵隊の対中国の作戦、遠征前進基地作戦を日米共同で遂行するための計画原案を完成させ、今年2月の日米共同統合図上演習キーンエッジで中国を初めて仮想敵国として明示しました。米日帝国主義はすでに中国侵略戦争を実行するための体制を詰める段階に入ったのです。ウクライナ戦争の激化、泥沼化、イスラエルによるガザ虐殺と中東での戦火の拡大、そして中国侵略戦争、世界戦争情勢の全てを引き起こしている元凶は、アメリカをはじめとする帝国主義の危機にあります。この世界戦争を止められるのは、自国政府の転送政策を実力で阻む労働者階級の国際的に団結した戦いです。パレスチナ連帯闘争に立ち上がる中東、全世界の人民、中国侵略戦争に向けた軍事拠点化の攻撃と体を張って戦う沖縄の労働者人民と固く団結し、安保沖縄闘争の巨大な爆発を勝ち取ろう。 4.28 沖縄デー集会渋谷デモに集まろう。同じく一面です。日米戦争会談に怒り、渋谷デモ、岸田訪米を弾劾。4月9日、改憲戦争阻止大行進東京の主催で、岸田訪米日米戦争会談を許すな渋谷デモが、労働者学生200人の結集で打ち抜かれました。当日の映像はこちらです。テロ行進規制計画反対、テロ行進規制計画反対、日米首脳会談反対、2面には86弾圧抗議署名拡大をと題して、広島現地からの訴えが掲載されています。
5人の即時釈放を求める署名を広げましょう。4月7日には八独暴書法弾圧を許すな、戦争を進める岸田を倒そうと訴えるデモが広島市内で戦われました。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読と高評価、チャンネル登録をお願いします。サブチャンネルの GNA でもぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もチェックしてください。